どうも、会議室カードゲームクラブ、アツユキです。はい、ギャンブルです。B パート。B パートですね。はい、お願いします。前回、パイレクシアの5つの派閥について解説していくっていうところで途中だったので、今回はその続きを話していきます。はい。では早速やっていきましょう。はい。七人の鋼の族長について。黒ですね。七人の鋼の族長は黒マナーに属する派閥で、法務官はシェオルド・レッド。強い。強い。シェオルさんは強い。強い。二つ名は囁く者であって、パイレクシアの中で最も聡明と呼び声が高い存在ですね。そういう感じのキャラなんだ。シェオルドレッドって。そうそうそう。めっちゃ賢いキャラですね。あ、賢キャラなんだ。強い、でも。そうですね。うん、強い。このシェオルドレッドは、上半身と下半身が着脱式になっていて取り替え可能になってますね。その着脱式みたいなの知らなかったですね。そんななんか着脱式とかなんだ。カード化されるたびに下半身が違うっていう。あ、本当だ。いろんなものに着脱できるんですね。そうそうそう。季節の取り入れたコーデができるんですね。あ、なんかちょっとシェオルドレッドに対するイメージが変わりましたね。このシェオルドレッドが法務官を務める七人の鋼の族長。はい。行動理念は、霊族です。霊族。七人の鋼の族長の哲学なんですが、強き者がトップに立ち、ファイレクシアを掌握すべきだ。はい。そのため、七人の族長、族長っていう派閥の中にさらに派閥があって、はい、その族長たちが激しい権力を争いをしているような組織になっていますね。うんうんうん。緑の悪意の大群は、あくまで肉体的な強さによる弱肉強食を歌っていたんですが、はい、そうですね、この黒の派閥に関しては、肉体以外のあらゆるものを武器として、力として捉えて、権力争いを行っています。はい、例えば、現族長の筆頭で法務官であるシェオルド・レッド。うん、シェオルド・レッドは、スパイや石膏や恐喝するものなどを利用して、圧倒的な情報力、情報の力で法務官の地位を握っています。はい、シェオルドレッドはものすごい知略に長けていて、スパイとか使って策略を立てて、そういったところで法務官の地位を築いていると。なるほど。ジン、青の派閥とは頻繁にやり取りを行ったりします。はい。まあ、青も科学と研究の理念を持っていて、まあ、いろんな情報を持っているので、そことは頻繁に情報共有とかやり取りを行っているので、ある程度の協力関係があるって感じです。例えばもう一人、他の族長、大霊道の王ゲスっていう族長がいたりするんですが、はい、このゲスは元ミラディンのアンデッドの王様です。うんうん、なんで、まあ、アンデッド軍団を保持していたり、はい、組織の中でもいろいろ力を持っているんですが、このゲスは火星力の取引や同盟を結ぶ仲介力っていうのが優れていて、まあ、その力によってすごい派閥の中での影響を強めているって感じですね。はい、なんで、力が強いやつが支配するって言っても、その力に関してはものすごいいろんな種類の力があったりするって感じですね。はい、その他大勢の族長たちもいるんですけど、それぞれいろんな力を駆使して、うんうんうん、この派閥の長を寝首をかいてやろうみたいな感じでいろいろ行動していたりします。はい、うんうん、ただこれ族長多すぎてまだこいつらはカード化されていないですね。はい、なるほど。その他大勢の族長みたいな名前だけ出てるけどカード化されてない人たちです。はい、で、他の組織との関係なんですが、先ほど言った通り知識が最もあるアウトは情報を得るために協力関係にあります。シロとは新ファイレクシアの支配体制で折り合わず、ものすごい敵対関係にあります。へー。で、シロとは、まあ、新ファイレクシアのための権力構想みたいなところを行ったんですが、その構想では敗れてしまって、領土や戦力を奪われてしまったというところが起きてますね。はい、なんで、黒とシロが戦って、最終的にシロが勝ったと。こういった内乱みたいな、内部の争いっていうのも起きてたりします。はい。では、このシェオルドレッドの直近の活動について。団結のドミナリアにて黙示録シェオルドレッドが収録されました。はい。ではこのシェオルドレッド、なぜドミナリアに来訪したのか。情報を集めに来たんでしょうね。いや、もうちょっと直接的かもしれないな。なるほど。この来訪の理由は、支配の破壊とカーンの拉致です。カーンの拉致。カーンを拉致したい。はい。たびたびウルザの殲滅派によって兄弟戦争は終結して、ファイレクシアも甚大な被害を被ったという話をしてたりするんですが、はい、兄弟戦争を終わらせたこの殲滅はウルザの魔力だけのものではなかったりします。ああ、そうなんですね。そうそうそう、ここに書かれたこのちっこいやつがキーアイテムになってます、ね、祝杯ですか。祝杯、祝杯ですか。そうそうそう、
これがゴーゴスの支配と呼ばれる古代スラム文明に作られた魔力を秘めたアーティファクトになってますね。ウルザはこれを起動させて力を解放させたことによってこのウルザの殲滅派を放ったと、はい、なんでこの魔力を持っていたのは実はこの支配の方だったんですね。ウルザはそれを起動したきっかけに過ぎないと、はい、でこの非常な魔力を持った支配なんですが時は流れて現代でカーンはこの遺跡から埋もれていた支配っていうのを発掘します。へえ。支配がカーンの手に渡ってしまってファイレクシアにとってはまた支配を起動されたらたまったもんじゃないと、まあ、たまったもんじゃないでしょうね。相手に強力な魔法があるような状態で行動しなくちゃいけないっていうのは気が切れないと、はい、そのため様々な潜伏工作員を送り込んで支配の在りかを突き止めようとします。何としても支配を壊したいと、はい、そして最終的にファイレクシア化したアジャニがこの支配の破壊に成功します。そんな流れなんですね。そうそうそう、支配を破壊しに来たって感じですね。なるほど。さらにこの時カーンはファイレクシアに捕らえられてしまいました。はい。なんで今カーンはファイレクシアに幽閉されてます。新ファイレクシア事件にお帰りなさいって言われてる。お帰りなさいなんて。新ファイレクシア事件はカーンが作ったからね、元々と。ああ、そうか。そういった風に絶望的な状態になってしまったんですが希望は残っている、どんな時にもね。はい。優秀すぎるプレインズウォーカーサヒーリさんが設計図から支配のレプリカを作成します。いや優秀すぎて。いやサヒーリのこのイラストのこれ支配だったんだ。支配でしたね。裏が設計図になってますね、支配の。そうなんだ、よく使ってますよサヒーリさん。サヒーリさん優秀すぎて。優秀ですね。支配壊された、じゃあ作るわみたいな感じであっさり作ったんですね。いや強。さらに優秀すぎるサヒーリさんがタイムマシンの時空病まで作成します。優秀すぎる。今回出てきたやつですよね、時空病って。そう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 、ちょっとタイムマシン作ってって言ったらタイムマシン OK みたいな。天才かよ。めっちゃ優秀なサヒーリさん、はいはいはい、でこういった主配のレプリカはできたんですけど、まあ、主配の起動方法はウルザしか知らないっていうことで、このウルザしか知らない主配の起動方法を調べるためにテフェリーは過去へ赴いてウルザと対面しようとしました。はい。これが兄弟戦争の主な話ですね。まあ一応ウルザと対面することができて、じゃあ次どうなるっていうところで兄弟戦争は終わりましたね。なるほどね。という話が団結のドミナリアから続いて、行われていました。はい。では次、最後、機械聖典について。白。機械聖典は白マナに属する派閥です。はい。法務官はエルシノー、称号は大修道士となっています。うん、機械聖典と呼ばれる宗教体系を確立した組織になっていますね。行動理念は信仰と統一です。まあ、そうですよね。宗教系なら信仰ですよね。うん、信仰です。ファイリクシアの聖書、銀箔の国分。っていうものを崇拝していて、はい、次元自体をファイレクシア化することが約束された輝ける未来であると信じています。次元自体完成化させるっていうのが最終的な目標ではあると、はい、魂を持たないファイレクシア人による宗教体系の真似事なんていう語り方もしてたりしますね。宗教の本来の目的がその魂の浄化とか魂の救済とかそこら辺があったりするんじゃないですかね、詳しく知らないですけど。そこら辺の根本のところの魂がないんで宗教体系の上っ面だけを真似しているみたいな感じですね、はい、でこの機械聖典なんですがいくつかの分派に分かれています、はい、仏教が浄土宗とか浄土真宗とかに分かれてる感じかな、うんうんうん、でその一つが肉体的単一派と呼ばれる分派ですね。これはあらゆる物体の物理的結合を理想とする宗派です。最終的に全ての存在を一つに結合して単一の巨大な生命体になることを最終的状態であると信じています。なるほど。物理的に統一してしまおうっていうのがこの肉体的単一派の考えですね。はい。もう一つの分派に磁気群というのが存在します。はい。磁気群は白磁のような硬質な金属で覆われた姿っていうのを理想としていて、これを広めようとしている分派です。あらゆるファイレクシアを理想の姿に統一しようとしています。不気味ですねこれ。なかなか不気味ですね。ビリシュノーもこの白いでっかいやつつけてますね。つけてるね。この白い磁気があれば十分だという分派です。はい。そしてもう一つがカーンの使徒と呼ばれる分派ですね。はい。ヨーグモンスが亡くなった今ファイレクシアの最高指導者の席っていうのがずっと空いたままになっています。はい。
シンファイレクシア事件、元をたどってアーチェンタム事件を想像した機械のプレインズウォーカー、カーンをこの最高指導者として迎え入れて、組織的な統一を目指そうというのが、このカーンの使徒の理念になります。いや、ぽいですね。そうそうそう。ぽい。ぽい。前回のファイレクシアとミラディの戦いでも、このカーンは一回捕まって機械の始祖として祭り上げられかけていた感じかな。はい、それをプレインズウォーカー、ベンセールが自らの命と引き換えにカーンを解放します。ベンセールさんですね。うん、命をかけてカーンを救ったことによって、ベンセールは命を落としてしまって、もう二度と再録されないプレインズウォーカーの代表としてベンセールが上がっています。なるほど。というわけで、ここで解放されて、まあ自由の身になったカーンなんですが、今回また捕まってファイレクシアに利用されようとしています。はい。機械の父として迎え入れられてようとしてるんで、ファイレクシアの人からはお父様と言われてますね、カーンは。父様。お帰りなさい。なるほどね。カーンを拉致した理由っていうのがこういうところになっています。というところで、組織全体の関係のおさらいっていうのをしていきましょう。はい。新ファイレクシアの組織の相関図っていうところを、ざっと主だったところを書くと、こういう感じになりますね。でもなんかあの黒がカーンを連れてきたのに白にあげちゃうんですね。あ、ちょっといいところ気づいてますね。いいとこ気づいてます？いいとこ気づいてますね。ほうほうほう。この赤がちょっと敵対関係で、青に関しては友好的に見ているみたいな色なんですけど、こうして見た時にこいつらめちゃくちゃ仲が悪いと。まあそうですね。ほぼほぼ仲悪いですね。ほぼほぼ仲悪いです。うん。でもちょっと待ってと。はい。オリンクレックスは世界中を略奪して、ファイレクシアの侵略手段の確保のために働きました。はい。ジンキタクシアスは、フレインズウォーカーをファイレクシアス化することで天敵を克服した。はい。そして、シェオルドレッドは、支配を破壊して、脅威の排除を行ったと。はい。こいつら、仲悪いはずなのに、めちゃめちゃ連携取れて行動しているんですね。そうなんですよね。話聞いてたら、まあなんか仲悪い感じですけど、それぞれ目指しているところは同じなのかな、みたいな感じを思いましたけどね。それぞれがそれぞれでちゃんとファイレクシアのために動いてるみたいな。そうそうそう。こいつら、めちゃめちゃ連携を取れている。はい。あ、その裏にはエリシノーンが全てを支配していた。そういうことか。誰かがいたんですね、裏でね。これはその裏ブラスクがビビアンに告げ口、入り口じゃなくて情報共有した時の一文ですね。エリシノーンがシンファイレクシアの全てを支配している。なるほど。ジンギタクシアスやボリンクレックスや、あと黒の族長たちもエリシノーンに平服し、縄張りをノーンに渡して、ノーンの構想のために力を尽くしていると。へえ。めちゃくちゃ仲は悪かったはずなのに、ノーンが何かしら行動を起こしてこいつらをまとめ上げたと。なるほど。エリシュノーンが裏で指揮を取っていたというわけですね。すごい人なんだ、エリシュノーンは。だってね、肉体的に強いものこそが全てだみたいな言ってるボリンクレックスを従えてたりとかさ、知略として相当優秀なシェオルドレッドを従えてるわけでしょ。ってことは肉体的にも強いし、知略にも長けてるみたいなことだもんね。そう、何かしらパワーがあるんですね、エリシュノーンは。あ、すごい。そしてノーンは多元宇宙を単一の存在に統一しようとしている。へえ。これがノーンの構想です。なるほど。全ての生命をファイレクシアにして、全てのファイレクシアをノーンの支配下に置くと、つまりは全世界を支配しようとしている。これがノーンの構想です。なるほどね。それに対して革命を起こそうとしているのがウラブラスクですね。はあ。そしてエリシノーンの直近の活動。はい。ファイレクシア完全なる統一にて、機械の母エリシュノーンが収録されます。ここから出てくるんですね。はい。その活動はカミングスーン。カミングスーンか。これからエリシュノーンがどういう動きをして統一を果たしていくのかっていうところが物語の軸になってくると。はい。完全なる統一のストーリーはすでに公開されています。それらについては次回の動画で触れていきたいと思います。というわけで、ファイレクシアの実情っていうのをいろいろ話してきたんですが、どうですか、意見とか変わりましたか？いやー、意見が変わるとかはないですけど、自分たちの星がなくなってしまうから他の星を取り行かなきゃいけないっていうのが大元にあって、うんうん、まあだから、まあちょっと何とも言えないですね。まだ何とも言えない。いや、まだ何とも言えないっていうか、まあそれよりも自分がこの新しい次元では何色が好きかなっていうのを。いろんな特徴が出てきました。うん、いろんな特徴出てきてて、やっぱ青はいいよなと思いながら。研究と実験の色。うん、面白そうだけどね。こんだけすごい人たちを従えてる白はね、使いたいよね、やっぱ。
エルシノンは強そうっすね。うん、強そう。というわけで、ダイレクシアの全派閥全解説でした。なるほど。ありがとうございます。では、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、また次回の動画をお楽しみに。今回、エリシノーンがすごいいろんな絵柄でカード化されますね。ボーダーレスコンセプトアートのやつかっこいいですね。どれかは当たってほしいですね。そうですね。全然カードのデザインが統一されていない。